確かアメリカ行きの飛行機に乗ったはずなのに、なのになんでそこはかとなーくカレーの香りが漂うインドにいるの？もしかして私ボストンとボンベイを間違えたとか？どうしよう！ SNK 原作ザ・キング・オブ・ファイターズ2000ラウンド3、狙われたアテナ。残ってないし、ホテル代くらいはあるかな。いいの、うーの、うん。に、日本円で700円しかない。いくら物価の安いインドだからってこれじゃ。アテナ大ピンチ。おお、なんかインドですよ、チョイ君。だから言ったじゃん、スボストンとボンベイじゃ全然違うって。うん、だったらもっと強引に止め。おや、そこで何やらジャパニーズコント風にこけているお嬢さんは。どうも。おー、アテナさん。ソウルの空港でいきなり消えてしまったので心配しましたよ。多分インドにいるのではと思い探しに来たんです。嘘つくなでやんす。飛行機の乗り換えを間違えただけ。満月だ。というわけで私が来たからにはもう安心ですよ。あ、そうですか。実はですね、あのお金が。大丈夫です、お任せください。ジョイ君。なんでやんすか。アテナさんのために少しお金を工面してあげるのです。ないでやんす。何？ここまでの飛行機代って財布の中はすっからかん。どんなことすればいいでやんしょ。私も同じく無一文ですが。アテナさん。何ですか？三人で大道芸でもやって稼ぐというのはどうでしょう。ターゲットは国務大臣か。一族同士の跡目争い、その挙句の暗殺。くだらん仕事だ。変装して官邸に忍び込むのが一番だな。よし。ん？ん？これは違う。どういうことだ。なぜ俺のバッグに化粧箱やヘアスプレーが。まさかあの時空港で。さて、仕事まではまだ間があるが。どこをどう見てもインドだわ、ここ。気をつけろ。どうもすいませんでした。あの娘の荷物と取り違えたということか。カムフラージュ用に女物を使ったのがあだになった。俺としたことが。ご覧に入れるでやんす。あ、よりにもよってどうして何しなくなんですか。
い少女。それに向かってこのナイフをビビビンナビュー。ビビビンナビュー、ダメです、そんなの。安心してください、アテナさん。こう見えてもチョイ君はナイフの扱いに長けていますから。本当ですか。昔を思い出すぜ。次は大丈夫でやんすよ。こうやって目隠しをして、人殺し。なんてやつか、この煙は。何も見えない。どうもどいてください。今行きます、アテナさん。なんですか、あなたは。向かった。はっ！待って！やあ！ジョンさん！ここは私が引き受けます。ジョイ君、アテナさんのロープを。はい、ディアンス。オーケー、ディアンスよ。アテナさんを頼んだぞ、ジョイ君。了解。に用はない。え、そうなの。あ、そじゃあ足はこれで、これで。ちょっとでは、アテナさん、ごきげん。やん。邪魔者は消えた。さて、私が何かしましたか。理由を説明してください。理由はそれだ。それ、お前が持っている荷物。荷物。よく思い出してみろ。空港で俺とぶつかったはずだ。空港。あ、その時に荷物が入れ替わった。お前のはこっちだろ。あれ、交換だ。いいな。よし、間違いない。今日のことは口外するな。忘れろ。そうすれば殺さない。はい。一体何だったのよ。疲れた。領事館に助けを求めたのはいいけど、こんなに足止めされるとは思わなかった。とにかく今度こそサウスタンに向かなくちゃ。ごめんなさい。まずい、また誰かとぶつかっちゃった。ぼんやりしてんなよ、危ねえぞ。どうもすいませんでした。え？ん？